バラバラリーよいしょ。さあ今日は筑紫野市でございますね、はい、そうですね。後ろは筑紫駅です。西鉄沿線沿いですね。そうなんですよ。まあ天神から30-40分ぐらいですか。ちょ詳しく言っとかないと今日スタジオに夏川さんが来られてるんで、うんうん、本当ですか。じゃあ天神から駅言っていきましょうか。役員、いや大丈夫大丈夫大丈夫。なんか分からない場所を見ても面白くないかなと思って。いや福岡のこういうところがあるんだなっていうのを楽しんでいただく。なるほどなるほど。そうですよ、はい、我々パラシュート部隊といいましてですね、うん、あの16年前にですね、うん、渡辺エンターテインメントがですね、名古なる名古なる16年の歴史は名古なる。あで彼があの、一般の芸人だよパラシュート部隊の2人が福岡の魅力を再発見する旅企画パラブラリ。筑紫野ですからちょっとベッドタウンみたいな感じかな。そうですね、まあ、あの人がいろいろ住んでるんで店もあるということで、うん、今日がまた、はい、4週目アになります。アゲオですね。アゲオで筑紫野でカルタを作っていきたいと思います。この辺もなんかお店あるのかな。あパン屋がありましたよ。ベーカリーアルブル。ああ良さげですけどね、はい、いいですね。ちょっと先発矢野ちゃん行ってみようか。ここで、あ、こんにちは。あ、こんにちは。いつも見てます。あ、ありがとうございます。大好きです。テペのファンですか。ファンです。もう本当に面白いペペさん。仕込んだろ。完全に仕込んだろ。来てます。矢野が来てる。いや、ここに来るや否や現れたから。いやいやいや、日払いでお願いしてタイミングがさ今なんで分かったんですか我々。いやもうペペさんがもう見えて、はい、うわーって思って。斉藤のことは見えてなかったでしょ。斉藤さん見えてなかったです。ペペさん見えてます。え、ペペのどういうとこが。なんかその普通のところが面白い。普通なんかもう普通のところが庶民的ってことですよね。庶民的なところ。そうですよね。他はもう存在が好きっていうか。だからこの職場でももう結構ペペさん面白いって言ってますよ。ついに来てる。矢野時代来てる。矢野時代来たよこれ。すごい嬉しいですよ。マジですか。嬉しいな。写真撮りましょう。じゃあ行きますよ。ありがとうございます。本当ちょっとごめんなさい。え？ごめんなさい忘れてた。おい。あ、ごめんなさい。インカメラです。またごめんなさい。マジでやめろ。マジレアなんだよ。分かった。レアなんだから。いきますよ。はい。オッケー。ありがとうございます。桃ちゃんはあの効果がちょ徐々に来てるんじゃないですか。いや来てますね。矢野ちゃんじゃあ交渉。そうだね。もう、うん、今乗ってっから2秒。くー2秒でいきます。今矢野時代来てるから。はい、ちょっとだけ待っとって。こんにちは、ももちゃマスターという番組で。お、どんまい。オッケー。あ、オッケー。ちょっと。あ、いけた？予想外やったら。あ、そう。いや、どうせダメやろな。断られんの前提で絡んでくんのやめてもらって。いけたの？オッケーです。あ、そう。もうすぐ。ただ商品がもうお昼過ぎだからないけど。訪れたのは筑紫駅近くのベーカリーアルブル。本当だ。ほら少な売れちゃってだ人気店。それだけ人気のパン屋さんってことだよね。パン屋さんですね。でちょっとなんか1個ぐらいちょっと。そうですね。せっかく中でもさ、ごぼうサラダパンうまそうなんだよね。確かに珍しい。これじゃあ一つ。じゃあ私はこうトマトカレーパンだろ。あ、トマトの味のしたカレー。え、この中入ってるんですか。はい、え、それでは早速店内で。いただきます。うまい。あの、うん、ごぼうはどうですか。あのすごいシャキシャキでまだ鮮度がごぼうが死んでないですね。うん、切られてるんですけど切られてないような。はい、名人に切られたようなごぼうが。でも美味しい。なんかザッツ惣菜パンって感じで美味しい。じゃあ私がこれがすごいよね。トマトカレーパン。これだけ見て中カレー入ってると思わない。思わないよ。ちょっと割ってちょうだい。割ってちょうだい。いきます。うわっ、おお、あー、すごい。こんな感じ。へえ。ちょっと赤みがあるね、やっぱトマトだから。うん、うん、うん。じゃあちょっといただきます。はい。え、カレーです。えぇ、カレー。でもトマトが入ってるからちょっとこうハヤシライス寄りの。ああ、なるほどなるほど。感じ。おお、はい。
え、これはご主人が開発したんですか？これはですね、業者さんからトマトカレーを入れてもらって、そこを包んで焼いてるんですけど。ただうまいんだからいいですよね。あのパンは作ってますもんね。パンは作ってますよね。生地はもう自家製ですね。自分で作ってます。このごぼうは、ごぼうも一応ちょっと業者さんのじゃあ僕はあのごぼうが死んでないとか言ってたのは業者なのにと思ってたそうです。まあそうですね。どうしようかなと思って。それではベーカリーアルブルで一句。アニョのウとオウですね。ウ、はい、うまけりゃ誰でもよか。こう作ったのはね、業者であろうが、業者ね、ご主人であろうが、うん、まあそう、結果製品がうまいんで、そうだね、ぜひとも食べてほしいなと思いまして、はい、ありがとうございます。私はおでいきたいと思います。お、はい、いきます。こちら、俺の時代が来た。乗ってる、はい、調子に乗ってる。やっぱり一人だけなのに、はい、ここのお店の許可ももう2秒やったし。僕のことご存知楽しい。あ、そうです、そうです。個人名わかります？個人名まではちょっとわかりません。終了。はい、時代が終わりました。時代が終わった。今終わりました。筑紫野市でのあ行の旅、2枚のカルタが完成したところで、この辺はなんかいろいろお店が、そうね、こっちは食堂があったりとか、なんだこの 4×4 カフェ&バーミニ四駆って書いてるね。ミニ四駆って言ったら我々今43ですけど、はい、ファースト世代ですよね。第一世代ですよ、僕は、はい、ちょっと見てみますか。こんにちは。こんにちは。ここ何屋さんですか？ここは、まあ、一応飲食もできる、まあ、ミニ四駆ショップみたいな感じですね。バーでお酒も飲めてミニ四駆もするんですか？そうです。4×4 は1980年代後半にブームとなったレーシングホビー、ミニ四駆を作ったりサーキットで走らせたりすることができるお店。どこで走ら…え、奥になります。え、いいですか？みんな、あ、いいです、いいです。うわ、すごっ。うわ、すごっ。なにこれ、本格的や。でっかっ。これはあれですか、どういうお客さんが多いんですか？3、40代の男性の方が。やっぱ俺ら世代の金持ちの、本当その中でもクラスの一番の金持ちがコース持ってましたよ。あ、じゃあちょっと選んで勝負しようよ、うん、俺と斉藤で、うん、まずはマシン選び。うわ、すげえ、全然違う。うわ、軽っ。え、嘘。もうね、軽い。繊細やな。本当やん。ちなみにこれでトータルでおいくらぐらいかかってるんですか？大体で、まあ、2万いかないぐらいですかね。そこまで上がってるんですか？今のミニ四駆って結構バネ、サスペンション入れてるんですよ、中に。改造で仕組むんですけど。ロケ車につけたいぐらいあるよね。あるある。いつも乗ってるロケ車は、うん、カチカチやから。カチカチ、一緒にボーンヨヨヨン、ケツいてんだよな。じゃあ俺このなんかファイヤー柄のこれにしようか。ファイヤーパターン、はい。じゃあ俺、じゃあゼブラにしようかな、うん、ゼブラ柄にこれにいきます。これじゃあ負けた方がプレゼントするってことでしょうか？お互いにね、うん、あの常識の範囲内でな。分かった。、うん、少年時代に憧れたサーキットで半周してゴールみたいなかな、ね、じゃあここがスタートでこう行ってまたです、ここでゴールね。おじさん2人による真剣勝負、いくよ。はい、速い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 めっちゃ速い。どっちが勝ってるか分からん。どっちが勝ってるの全然分からん。ジャンプ、コンサート、コンサート、誰がどっちがコンサート、どっちがコンサート、ペペだ、ペペがコンサートだ。斉藤もコンサート、俺もコンサート、終了。どうぞどうぞ。すっごい。それではおじさん2人によるミニ四駆対決で一句。あ行の絵、絵でいきます、はい、こちら。え、何が起こったの？ちょっと光源早いならスーパースローカメラみたいなのがないと。そうだ、ね、ただやっぱカメラさんが光源になってた、ね、うん、思ってた。さあ、じゃあセラミックピックでレッドイットビーです、どうぞ。本日のパラブラリは筑紫野市の魅力をカルタで PR する旅。なんかちょっと信じられないんだけど、この辺に洒落たカフェが
あるという、こっちに。とてもありそうには思えないね。スーパー住宅街。あ、ここか。え、なんでウィン？ウィンザールモス。これでもすごいね。もともと家だ。表札ほら。うん。あ、本当や、ね。ここお家やったんだ。古民家改装パターンね。パターンね。わ、ほんまや。なんかこう普通の家だね、本当に。あ、古民家っていうか。あ、こんにちは。すいません。おもちゃマスターという番組なんですけど。はい、大丈夫です。去年7月にオープンしたウィンザールーモス福岡は、イギリスのアンティーク家具やペルシャ絨毯の販売、そしてカフェメニューを味わうことができるお店。ちょっとなんかおすすめとか、お姉さんもなんか。このボードが結構年代物なんですけど。このボード、これすごいね。1820年の。1820年、綺麗やな。100年以上前。持ち手がこれライオンでさ、これ王様が使ってたじゃない、うん、でこれ見て、足、うん、足を足を模したやつだ、ライオンの。こういう凝ったのが多いです。あ、イギリスの家具は。ちなみにこれ68万。いや、なんで10日の、うん。で、カフェがあるんですか。カフェをこっちに。おしゃれ、おしゃれ。わー、おしゃれ、おしゃれ。そのアンティークの。はい、アンティークの家具で。アンティークの、ちょっとほら、買えないけどそこで座ってみたいという方はこうお茶してさ、ね、試して。いいよね。うん。ちょっとじゃあカフェをいただきます。どこか、はい。お待たせしました。さあ、こちら、はい、ラザニアのプレートになります。わー、すごい。イギリス家具ですが、イタリアの食事、ラザニア。私がね、うわー、ピスタチオのチーズケーキ。ピスタチオ、はい、あ、家具を、はい、あの、ちょっとアンケート。おしゃれ、リスナット。じゃあいただきましょうか。はいはい、ちゃんと家具も感じて食べてよ、家具もね。オッケー。イギリスの歴史を感じ。おー、こういう感じになっとっちゃうね、そうになって。いただきます。うん、美味しい。ありがとうございます。うん、クリームソース結構しっかりしてますね。もちもちして、そうそう、そうですね。クリームソースがもちもちしてんのよ。美味しい。でもありがとうございます。私がこのピスタチオのこうチーズ、下にラズベリーを敷き込んでるので。あ、これで一緒に食べた方がいいか。うわうわ、ややこしい。これはね、ピスタチオの風味すごいんですけど、やっぱ後にあのラズベリーの爽やかさ、ベストマッチですね。あとやっぱこう家具でね、うん、歴史を感じるよね。イギリスの家具の上で逆にこう日本の大正ごとっていうの合うか、ちょっと。ああ、なるほどね。イギリスっぽい曲でお願いします。うん、レッド・イット・ビー行こう。うわ、こっ、これは大正ごとでビートルズ。じゃあこれはいいね、さすが矢野さん、うん、さあ、じゃあセラミックピックで、うん、よろしくお願いします。レッド・イット・ビーです、どうぞ。ちょっとごめんなさい。ここに昔座ってた人が天国でびっくりしてるよ。それではウィンザールーモス福岡で一句、あ行のイとア。イギリスのアンティークの上で先ほど、おこと引かせていただきましたが、はい、イでいきます、はい、イギリスにごめんなさ い, いや本当マジなんかぐちゃっとした終わり方やったし、うん、スタジオにもごめんなさい。ミスの切れ味もなかったね。なかったね。うん、うん、すいません。まあそして今日筑紫のね、はい、回って、皆さん最初覚えてますかね、うん、あの時代のこと、はい、アです。うん、あの時の矢野は楽しそうだった。矢野時代からイギリスに謝るという。そんな時間経ってないけどね。本当だよ、厳しい。いやでも素敵なお店で、ちょっとなんか紳士淑女の気分になります、ね。はい、ぜひよければ来てください、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。